皆さんこんにちは、鶴見歴史の会の橋と申します。よろしくお願いいたします。今回は鶴見区役所の1階の区民ホールで郷土支店を開いております。で今回はですね、昭和20年の終戦からちょうど70年の節目の年にあたりまして、あの日から70年展、戦争の記憶という展示を行っております。で今日はあいにくの雨のところ、多くの皆様が期待以上にお見えになってご覧いただいております。見に来てくださった方たちがご自分の体験を話す方が多くて、フィリピンから引き上げてきたとか、あるいは抑留されたまま亡くなったとかっていうようなお話をたくさんなさった方がいらっしゃいました。綺麗に残ってますね。残ってますね。